おお、はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね、はい、ポケモン GO でございます、うん、今日はですね、7月31日、うん、撮影日がね、公開日は8月1日ですけれども、ケイシン君とうちの奥さんは静岡行ってたんでね、うん、昨日と今日ね、で今日帰ってきたんだけど、でその帰ってくる間、エイちゃんを迎えに行く間にね、パパ禁止公園で2時間ぐらい待ってたの。うわ、そう、そしてね、なんとですね、ポケモンをですね、日付順にして、このポケモンの後ろにフォワッと乗ってる青いやつ、うん、これが24時間以内にゲットしたポケモンなんだけど、うん、結局ね90体以上ゲットできまして、すごい。それでもともとね、錦糸公園ってなんかミニ竜かなんかの巣だったのかな、うん、わかんないんだけど、それが7月30日の更新で、うん、イーブイと、うん、不思議種の巣に変わったんだって、うんうん、だいたいね、この巣って1週間で変わるらしいから、変わるかもしれないんだって。そうなんだ、まだわかんないんだけどね。そんなもんで、うん、ちょっとどうしても不思議種が欲しいと思って、うん、で、集めてきました、うん、で結局不思議種は何体ぐらい、不思議だね、10体、もともと1体持ってて、うん、で10体ゲットできたので、うん、今日はですね、こちらを進化していきたいなというふうに思いますね。はい、まずじゃあ不思議だね、いきますよ。はい、アム41あるから、うん、はい、これは不思議バナに変身するんだね、はい、変身じゃない、進化だ。不思議バナ、あ、バナじゃない、そうだ、不思議そう、そうですね、はい、はい、じゃあいくよ、進化ボタンで、進化で、はい、ポチッと。かっこいい、かっこいい、これで、あ、上に上がっていって、ショパーン、おお、なったなった、いいね、うん、あ、私手塚に登録したいよ、やった、よし、あー、この次だね、うん、この次が不思議バナで、次は100いるんだった、雨がで、今持ってる他の不思議種を全部博士に預けても100なんか当然いかないんだよね、まあしょうがない。でもこれでパパ良かった。うん、良かった。で、あとね、もう一個進化させたいっていうのが、そう、あのね、イーブイ。そう、イーブイなんだよ。うん、イーブイは、うん、ね、ブースターとサンダースとシャワーズ、この3種類に変えられるんだよね。うん、どれか一つ。そう、その変える方法はニックネームを変えるんだって。はい、ここね。うん、ブースターがアツシって変えればいいんだって。おう、でシャワーズに変えたい場合は水木、はい、サンダースに変えたい場合は雷蔵っていう風にね、このニックネームを変えればいいんだって、うん、で、うちはね、シャワーズに変えたいんだ、うん、はあ、だから水木にしましょう、はい、OK を押して、これで進化させてみましょうか。どうなんだろう、頼むよ、失敗しないでね、で、CPU で、お、いきなり876、強い、強いね、めちゃくちゃ強いじゃん、これ、こんな感じ。じゃあうちの CPU 順に並べてみようか、お、いきなりトップに踊り出た、すげえ。ピジョットがね、今頑張ってパパ育てたんだけど、うん、それ以上になりました、それを、これ876、これはどんどん強くして1000以上にしたいな、うん、確かに。でもなんかね、パパね、せっかく今日こんなにイーブイゲットしたから、うん、他のもやってみたい。あとは雷蔵かアツシ。そう、アツシにしてみようか、うん、ブースター、はい、お願い、多分なるはず、なるはず、おー、なった、これも新しく図鑑に登録されますね。そうですね、これも新しく図鑑に登録されます。 OKOKOK。あとはこのアツシ、このブースターとシャワーズの真ん中の間に雷蔵だね、雷蔵っていう名前を入れて、それを進化するとサンダース。そう、でも、残りの EV の数から言って、パパ13あって、あと12も EV がいない、いる、1234567891011121212いる、お、いた、やっちゃう、え、あー、ポケモンを、あー、やって博士に預けて、じゃあ博士にちょっと預けて、最後の1体の
雷蔵やってみましょうか。やってみる。うん。本当はね、パパね、シャワーズをね、強くしていきたいんだけどね。うん。まあでも。まあどうせだからやってみようか。雷蔵なりました。進化します。はい。進化。これです。来い。来い来い。まあ、来い来いサンダース。来るでしょう。来い来いサンダース。来い来いサンダース。お願い来て。オッケー。よっしゃー、これでそうですね。はい。新しく図鑑に登録されます。オッケー。よっしゃー。もう641だってこれも。うわ強い。強いね。その最初に並べてみて。一匹に並べましょうか。はい、おお。水木、私ピザッタってなったね。そうだね。あ、1、2、3、4、5、6体目がライド。お。ここでさ、ポケモンバトルの時はさ、水木、アスヒ、ピジョット、カイロス、ドードリオ、ライゾって。あ、そうだね。これでいけるね。全然いけるじゃん。それがいいよね。そうかそうか。はい、ということで今回はですね、初めてのポケモン GO の動画でございましたね。はい。はい、なので、本当はプレイ動画したかった、うん、したくて、これ持ってってたのよ。あなんだけど、なんか録画失敗しちゃってできませんでした。あらまあ。なんで、ちょっと帰ってきて自宅で、こんな風に感じでやってみました。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いします。お願いします。そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますのでぜひチャンネル登録もお願いします。お願いします。そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、それとマイチャンネルでも Twitter、Facebook、Instagram もやってますのでぜひそちらのフォローもお願いします。はい、お願いします。大丈夫ですか。うん、風邪かな。わかんないけど、咳は出ちゃうんだよ。そうだね、ちょっと気をつけないといけないね。はい。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。バイバーイ。